に行けないという状況になってしまうと、実際やっぱりこういうそのオンラインでの活動も含めて交流する機会というのがなかなか多くはない。日本と韓国の例えば姉妹都市を結んでいるようなところ、オンラインで、何か、授業やりますよこういった状況になる前よりかは、オフラインの場だと5人以上とか6人とかになると、オンラインを通して交流しても、ありのままにやっぱり言ってたらいいですか、相手に接した直接に会って目を見ながら話したり、こういう新しい出会いでなんかオンラインを通じてなんかどんどん友達を増やして継続してこう民間交流を続けていくっていうのは一つ大事なことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。日本とか日本人の全体を理解しようと努力をするよりも、お友達と仲良くするために努力することがもっと現実的とか、お互いの言語を学ぶするのがすごくいいなと思いまして、言語を学べばお互いの文化も分かるようになるんじゃないですか。コロナのせいでなんか時間が皆さんいっぱい あるんじゃないですか。今あまり活動してない分、何かこう SNS を通して、例えばまず自分からは韓国のこういうものがあるとか、そういうのをちょっと発信をするというところが、まあ、今の状況で自分ができることかなと。訳語、はい、まあ、心臓語みたいなものを、まあ、インスタを用いて、まあ、アップしてます。その活動を続けていけば、お互いに会った時に共有 してるそのものがあったら、もっと話が事前に流れる。こういう緊急事態の中、その交流できなくなってしまったっていう気持ちが強くなったと思うんですけど、できなくなってしまったからこそ、なんとか交流する方法はないのかっていう気持ちが逆に強くなったんじゃないかなと。今ここに参加している皆さん、私たちとしてできることとしては、こういう交流でしたりとか、私たちが今やっている日韓交流イベントでしたりとか、そういった活動をずっと続けていくことがまず私たちができることかなっていうふうに思います。Thank you.